無意識についてお伺いします。人はよく話を聞いてくれてありがとうとか、話をしてすっきりしたとか安心したとか言いますが、人の話をよく聞くことは無意識につながりますでしょうか。無意識ですね。無意識ってのは恐れのない状態、これを作り出すということです。で、まあその一面的なことを言えばですね、その苦しんでる人の苦しみ、これを取り除くっていうところがありますから、苦しみっていうかその恐れってことですね。で、人によってはですね、話を聞いてあげると苦しみ、これが和らいだということになるっていうことはあると思うんですね。ただまあ、もう一歩突っ込んで言えば、その人が苦しみを抱いているその原因、これを捕まえて、で、これを和らげるということですが、これは無意識の次の段階の法制ということになるんだと思います。ただ法制をするためにもですね、まずは相手の苦しみ、これをよく理解するために、相手の話を聞くっていう、そういったことが重要で、一旦受け止めて、そしてその相手の問題、これを把握してから、その次に解決するための法制に入っていくっていうプロセスはあると思います。ですから人の話をよく聞くことは無意識にもなるし、その次の段階の法制にもつながることだと思いますね。ただしですね、その人が構ってちゃんでね、ただひたすら他人に話を聞いてもらいたい、他人に自分の時間をあるいは使わせたいと、そういうまあ欲求の強い方だった場合はですね、それはちょっと程度問題になっていますね。そういうなんていうか依存症みたいな状態をですね、どういうふうに和らげていくか考えないといけません。そうしたことはですね、なかなかこう人それぞれケースバイケースで、そのなすべきことが変わってくるという、ブッダが行った大気説法と関係するんですが、そういった判断については、まあいろいろと経験を積む中で少しずつ少しずつ分かってくることじゃないかと思います。